おはようございます。釣り子 TV です。これ、ナイスラックのですね、5周年記念モデルのね、ルアーがね、いろいろありましたので、今ね、これね、買ってきてみたんですけども、これね、ね、めちゃくちゃ釣れると評判のね、噂のルアー、背びれの、5周年記念レッドヘッドカラーね、こんなのがね、売っていたり、はたまた、これね、すごくないですか？こんな豪華な箱に入って、5周年の、ね、ルアーがあるっていうことで、早速開けていきたいと思いますが、まあ、まず、取って、魅力的な音がしておりますが、じゃあ開けていきますね。じゃじゃーん、うわー、来たー、これねー、いや、かっこいいね。レッドヘッド、ちょっとね、レッドヘッド好きにはたまらない5周年が始まっておりましたよっていうことでね、まあこれはね、亀山なんかでもね、もうめちゃくちゃ釣れるっていうね、大評判の背びれのレッドヘッドカラーね。で、5周年のシールも、ついてくるよっていうことで。で、こちらはね、こういう感じで、ちょっと話聞いちゃいましたけど、スーパールーパーの、ビッグ、そして10、7ね。これがね、コンプリートされたセットなんですよね。で、この綺麗なね、レッドヘッドカラーが、全部に塗られていて、ちょっとね、出していってみますね。はい。これね、まずは、スーパールーパーの、ビッグ、ね、後ろにこの5周年の、ね、アニバーサリーっていうね、文字が刻まれていて、うわー、カラーリングめっちゃ綺麗ですね。これはたまらなくないですか？ね、オールドテイストなレッドヘッドっていうことで、このやっぱ音ですよね、ボリューム感と、ね。そしてこのスカート部分、こういうルアーね、好きな人多いんじゃないですかっていうところと、これはね、何にしてもラインスラックの動画で見てね、もうしのぎを削る H1 グランプリね、それの大会本番なんかでめちゃくちゃね、牛久で活躍している動画なんかあるので、そういうのを見たらね、もう嫌顔にもこれ欲しいなーってなっちゃうと思いますんで、まあね、そのラインスラックの動画を、見ていただければ、この動きとかね、実際に大迫力のバイトシーンなんかも見えるんで、まあそんな感じの、ね、スーパールーパーのビッグね、これはね、ちょっと今年一匹釣りたいな、こういうのでっていうことでね、まずはね、こいつがいて、そして10ですね。まあ、ここら辺はほんと使いやすいサイズ感なのかなっていうね。なんだろう。一番そうですね。これは結構、ね、これでもう巨大バスをやっつけるぜなんていう時にね、投げるサイズ感かななんて思うんですけど、普段使いではほんとね、使いやすいサイズ感の10。ね、これは自分もよく動画見てるんですけども、トネチッタっていうね、YouTube チャンネルで、このね、スーパールーパーの10でね、釣っている、動画なんかいっぱいあるので、これどんな感じなのかな、なんていう風に気になっている人はですね、YouTube トネチッタで検索するとなかなか香ばしい動画がね、トップウォーター好きの人なんかにはたまらない動画なんかがね、結構いっぱいあるんで、ぜひチェックしてみてくださいっていうところと、こう来て、そして、こうですね、7、ね、こうサイズ感の比較でいくと、ね、だいぶね、小型、ね、これはもうね、可愛いし釣れちゃうのかな。ただね、ラインスラック浅草のお店に行って聞いたところ、例えばこれからのスポーニングとか、アフタースポーニングの時期にトップウォーターでやるときに、このサイズ感だから、釣れるっていうね、魚なんていうのが非常にね、多い一瞬があるよなんていう風にね、教えてもらって、なのでまあ集中的にはまあ、
ここから1ヶ月2ヶ月のタイミングでね、一番投げる頻度が多くなるんじゃないかななんていうセブンね、これをさらに、これ今トリプルフックがついておりますが、これをダブルフックに変えることによって、よりストラクチャータイトにね、攻めたりとか、そういう使い方なんかも、おすすめですよなんていう風に教えてもらったので、まずはね、このフッキングのいい状態のね、トリプルフック、まあ、これはね、ビッグはダブルがついていて、テンはトリプル、セブンもトリプルっていう感じなんですけども、ここら辺も、より打ち込むときは、ダブルフックなんか、試してみたらどうですかなんていう風に教えてもらったんで、そんな感じでね、使っていきたいと思います。まあこういう感じでね、めちゃくちゃ綺麗な5周年アニバーサリーモデルのスーパールーパーファミリーね、これがまだね、ラインスラックのね、浅草店の店舗に直接行くとね、いくつかね、箱がね、まだね、並んでいたので、今でもね、ギリギリ買えることができるんじゃないかな。はたまたもしかしたら後ろにもっと在庫あるのかな。ちょっとね、それ聞きそびれてしまったんですけども、5周年アニバーサリーモデルの、スーパールーパー軍団がいて、はい。で、ですね、これね、大人気、めちゃくちゃ釣れると評判の、セビレの、5周年記念モデル。じゃあね、早速ね、セビレの方もですね、これしか投げない、ね、背びれジャッキーが続出しているっていうね、噂のフラグですよ。まあこれ違うカラーはね、持ってるんですけど、実はこの5周年記念モデル改め持ってて、ちょっと実際使っていきたいんで、開けていきますが、はい、出してみましたけど、まずはこのね、ラインスラック5周年記念のね、アニバーサリーの、シールもついてきちゃうっていうね、お得な仕様になっていて、はい、背びれのレッドヘッド、これうーわー、かっこいいなー。で、ここにね、5周年っていうね、また文字が入っていて、で、このプロペラ、ね、いやー、いいですね。この細身なボディサイズにして、このサイズ感のね、プロペラ、これがね、釣れる肝なんですかね。実はね、まだ自分これで1匹もブラックバス釣っていないんで、ちょっと今年ね、いよいよハイシーズンに突入したから、ちょっと今年は背びれね、もうちょっとね、釣り込んでみようっていう風に思ってるんですけども、このレッドヘッドモデルもですね、その浅草のラインスラックに行ったらですね、浅草にあるんですけども、結構まだね、数ありましたね。ネットで見て、で、あ、これもどうしよう、ラスト1個かな、2個かなとか思って、いや、もう仕事終わった後にもうラインスラック行っちゃえと思ってね、行ったらね、結構ね、まだ並んでたんですよね。で、聞いたところによると、この5周年モデルはね、やっぱ5周年記念してですね、まあまあ数も作っていたよっていうことで、まだね、ラインスラック の、 あのホームページから注文したりとか、あとは直接、店頭にお伺いしたりしたら、まあこれの、出しどころとか、どういう感じのラインセッティングなのか、ロッドセッティングなのか、あとバランスとかフックのこととかね、すごいね、細かく教えてくれるんで、今度ね、実際にそのラインスラックの店舗なんかでも、撮影していいですかなんて言って、ああ、いいですよなんていう風にね、言っていただけたので、今度ね、その魅力的なね、お店店舗、どんな感じなのかね、徹底取材行こうと思いますので、まずはね、こういう感じの5周年モデルとか、あと限定カラーのね、プラグなんかも、店頭に行くとね、まだね、並んでいたりするモデルなんかもあったので、気になってる人はぜひっていう感じなんですが、これですよね。いやー、もうほんとね、牛沼で魚釣りたいなってね、最近もうここね、牛沼は何回だろう、自分ももう5回いやもっとかな、結構ね、坊主を食らい続けていて、どうしたらあそこ釣れるんだろうと思ったら、大概ラインスラックのこう動画にたどり着くんですよね。で、小倉さんとかがこのね、スーパールーパー軍団とか、まあはたまたね、この背びれとかね、こういういろんな、トップウォータールアーを駆使してね、いいマスをいっぱい釣ってる動画にたどり着くんですよね。これはちょっともうね、
ガチでね、ちょっと買っといて、いつでも出せるようにしとかないといけないなっていうことでね。あとは、5周年記念モデルが案外まだね、店頭の方に行けたら、買えるようなんていうのをね、お知らせしたくて、カメラを回してみております。まあ、こんな感じでね、かっこいいステッカーもね、ついてくるんで。で、確かですね、これもね、これも、ほら、こう開けると、全部一回出しちゃいますけど、中にね、しっかりこのスーパールーパーシリーズのこだわりのかっこいいシールがね、ついてくる。ね、これかっこいいっすよね。ボックスに。いやー、で、このね、絵とか文字の感じ。これがまたね、かっこいいですよね。うわー、いいですね。こういうの大好き。水面大怪獣スーパールーパービッグと、ね、こんな感じで書いてあるんですけど、まあ、こういうねシールもちゃんとついてきて、で5周年のお祭りなんでこういう豪華な箱にね入ってあれなんで、ついてくるっていう感じでね、ここにちょっとねやりたかったんですけど、この5周年のレッドヘッドも入れてね、スーパーセットにしてちょっとね準備しておこうかなって、5周年のシールもあるしっていう感じで、はい、こういう感じでございましたしまっちゃいましたけど、はい、というわけでですね、これね、最近ずっと気になっていて、いよいよハイシーズンになったんでね、開封してですね、投げ込んでいこうかなということで、ラインスラックのですね人気ルアーシリーズ、5周年モデルね、これ浅草の店舗に行けるとね、結構買えたり、ね、まああとネットでね見てみてください。ラインスラックで調べるとね、このレッドヘッドカラーとかまだね、注文できるようになってるみたいなんで、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら。しまっちゃいます、もう一回開けますね。はい、ラインスラックのですね、5周年記念モデルね、いろいろ、手に入れたよってね、これ実際にこっから、投げ込んでみるよって、そういう決意の、はい、動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。